プクプクの逆襲。逆襲コース、とりあえず、かける6って書いてある。なんだこれ、かける6。はい、上がっていく。プクプクがいるね、確かに。プクプクがいる。プクプクを6体倒せってことかな。とりあえず入ってみようか。何これ。あ、プクプクがいるね、確かに。いますよ。プクプクがいますが、これどうしたらいいの。え、これどうしたらいい。こいつ叩くの。え、違う。え、どういうこと。え、どういうことこれ。あ、わかったわかった。これは、おお、びっくりした。こうか。あー、なるほど。あ、面白いね。面白い面白い。これで鍵をゲットしたから、このキーが切れたらここ入れるんだ。なるほど。じゃあ、プクプクをどんどん倒していきましょうと。まず1体倒しました。さあ、次は、何これ何これ何これ、危ない。これは耐久で、左の方にプクがいるのかな。あれ、あれ、左プクプクかな。多分、いたんだ、いたんだ、いたんだ。これあれか、左側ブクブクのお尻か。あれお尻だから、これフンってことかな。フンで攻撃してきてくれるっていう、そういうことかな。なんかそんな気がするね。フンで攻撃っていうことか。多分そうだ。そのフンをうまいこと避けながら、時間制限まで耐えたらこっちに行けると、多分そういうことだね。さあ、あ、これでセーブ、やった。これはここ壊す。はい、壊したら、あと3機と。あれ、3回倒したっけ。2回しか倒してなくない？まあ、いいか。これ何？パンを、いた、ちょっと、ちょっと、鍵があるね。鍵があるから鍵があるからただ、危ない危ない。この鍵を取ればいいのかな？鍵を取って、ここ入ればいいか。オッケー。倒した。さあ、次は、プクプクの顔が動いてるけど、なんで顔が動くんだ、プクプク。おかしいだろ。こっちに行って、これ上の方行ってもなんもないよね、多分。この辺行っても多分なんもないから、口を崩してからこっちに入る。おっと、何これ。プクプクさんが、プクプクさんが出てきて、なんかマリオバーサー最強のクリボで見たような流れだぞ。あ、寿司になっちゃったの。寿司って書いてある。あ、好き。あ、こういうのとても好き。かわいそうにプクプクさん。ちょっと美味しそうだな、これ。美味しそう。食べてみたいな、プクプクのお寿司。さあ、これでこっちに入るとクリアかな。え、なにこれ。あ、かける位置が、なくなってしまいましたと、そういうことですかね。これで、あとは、こっちに鍵。あれ、鍵ないよ。鍵ない。え？鍵ないんだけど。え？あー、そういうことか。あー、よかったよかった。鍵ゲット。え？なんか今、右の方になんか一瞬見えたような気がしたけど、気のせいかな。はい。よかった。とりあえずこれでボーナスゾーンで、コインちゃんをいっぱいゲットしてから、たくさん手に入れてから、こっちに入ろうと。これでクリアだね、クリア。よかった。さあ、これで、パウを叩いたら、プクプクのドットが出てきて、終わりと。いや、綺麗なコースだったね。はい、ということで、プクプクが逆襲してくるコース。確かにいつも踏んでるけれども、皆さんもよければ遊んでみてください。渦潮の海、まったりと。渦潮の海。あ、なるほど、なるほど。竜巻を使ってるように見えるね。とりあえずこれでまずは右に進むと。さあ、ここから本格的に、あ、出た出た。これが渦潮だよね、多分。渦潮に乗って上に行って、そう、この人ね、この装飾とかがなんかすごく綺麗なんだよね。そう、1アップゲットして、さあ次に行きましょう。いや、綺麗じゃない？すごく。ぐちゃぐちゃしすぎず、程よい具合のこう、装飾で綺麗になってるというか、いや、めちゃめちゃ好みなんだよね、この見た目が。地面なんかもね、なんか、狙ってちゃんと生えさせてるっていうのがすぐ伝わるよね。10コインがあるけど、え、これどうやって取るの？え、これどうやって取るの？下から、下行けた？ちょっと待って、ごめん。戻ってみていい？戻ってみて、下行けたっけ？行けなかった気がしたけどな。行けたっけ？行けないよね。え、あのコインどうやって取るんだろう？すごい気になる。何あれ？逆方向から行くのかな？あ、違う違う。あ、パウがあるじゃん。パウがあるから、これで上に押し上げられるんだ。あー、アイディア面白。面白い。そして上に行って、ファイヤーを取って、
あー、どっちから行こう。これか。こっちから行こう。これジャップじゃない。コインコインか。コインコイン。海の中でのコインコインってなんかやりづらそう。コインコインコイン。あ、終わっちゃった。終わっちゃったわ。間を開けるとすぐ終わっちゃうんだよね。そして、竜巻というのは、このツタをね、掴んでいると、効かないんだよね。こうやってほら。効かないんで、それをうまく使って、こっちに行くということですね。楽しい。上に上がってって書いてある。あ、でも30コインがあるからこれ欲しいな。30コインが欲しい。こいつをちゃんと取ってから、これはなんか左が良さそうだね。これ、どん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 、やった！全部取れた！そして中間。あ、楽しいな。やっぱり楽しいな、このコース。いや、このエレンさんという方が作るコース、とても楽しい。これは？あ、なるほど。渦潮をなくしてから、こっちに行けるようになると。これでもどうしたらいいの？こっちか。上か。上で避けていくんだ。すごい楽しい。フーフーパックみたい。次は？あー、このコイン欲しい。コインゲットして、なるほど。リフトを使って、こう、渦潮が出たり出なかったりっていう風にしてるんだ。コインもゲットして、この辺はなんもないよね。なんもない。なんか隠しでこういう時にさ、下にコインがあったりっていうパターンもあるけど、今のところあんまり見逃してないと思うけどな。この辺の下に行ったりとかね。あ、ほら！ありそう、ほら。あ、これ進むところか。進むところ、いや、待てよ、待てよ。これどっちだろう。下から行ってみるか。どっちがボーナスだろう。こっちが一応ボーナスっぽいかな。こっちから行けました。ぷくぷくちゃんは燃やしてしまう。ぷくぷくちゃんは燃やしてしまう。焼きイカも作ってから、この辺はだから大丈夫か。この辺、そのまま右に行けば、よいしょ。あー、一個取り逃しが気になる。一個取り逃しが気になる。いやさ、多分あんまり気にしない人の方が多いと思うんだけど、中にはね、こう、僕と同じで、なんかコインの取り逃し気になりますっていうコメントをね、もらったこともあるんで、なるべくはね、コインは、まあ、特に10コイン、30コイン、50コインっていうのは、なるべく取っていきたいんだよね。何か利点があるんですかって言われたことがあるんだけど、利点はね、ナイス。全然ナイス。このマリオメーカー2ってさ、あやった、こういうのでも見つけると気持ちいいんだよね。だから自己満足のために30コインとかそういうの取ってますね。さあ、それではいよいよボス戦。勝負だ、ボス戦。何これ。あー。いや、素晴らしい。今までのこの渦潮をちゃんと使いながらのボス戦。あ、しかも上が押し上げられたら、開いてしまって、で、トゲが出るんだ。あー、すごいね、これ。すごいいいボス戦。いや、めちゃめちゃいいボスだと思うんだけど。この良さがわかる人おられるかしら？とてもいいボスだと思うんだけど。この、ブロックがあるのがめちゃめちゃいいね。いきなり針で腐って食らうんじゃなくって、こうなりますよっていうプレイヤーに警戒させておいて気をつけさせるっていうさ。いやー、素晴らしい。とてもいいコース。さあ、あとは、ここで、1アップをゲットしてから、こっち右側に行って、待てよ、コインはしっかり取らないと、たまに怒られるので、しっかり取ります。はい、これで、あー、1アップできるようになってる。あー、楽しい。これはすごい楽しいね。すごいいいスタンダードでしたね。渦潮の海。いや、これぐらい海をうまく作れるっていうのはすごいね。はい、ということで、皆さんもよければ遊んでみてください。それでは、また次回の動画の方でお会いしましょう。バイバイ。